シンガポールで販売されている、アヤタカの缶の側面。急須で入れたような濁りの旨みを英語に訳した文が書かれている。日本のアヤタカのペットボトルアヤタカは、日本コカ・コーラが発売する、緑茶飲料である。京都宇治の老舗茶穂、神林春松本店との共同による製品。製品コピーは、急須で入れたような緑茶本来の、濁りのある色味と、下に、 うまみが残る、ふくよかな味わい。サントリーが、京都の老舗茶舗である福寿園と提携を行って、開発し、2004年に発売された、イエモンは、爆発的ヒットとなった。その影響を受けて、他社も老舗茶葉メーカーとの提携や茶葉生産名人の監修を受けるなど、味、原料、製法に関して、付加価値の高い緑茶飲料の開発、発売が行うようになった。 日本コカ・コーラも長年苦戦している緑茶飲料に関して他社を追撃するための戦略商品と位置づけされるプレミアム緑茶を展開することになりあやたカが開発された。販売数量は2007年の発売から2019年まで12年続けてプラス成長を続け年6500万ケースに達している他の緑茶飲料が取り除いていた濁りにこだわり 急須で入れたような味わいという宣伝が若い消費者に訴求したためと日経 MJ 市場で分析されている。あやたかというブランド名は、神林春松本店が販売していた高級玉露に由来している。また、両とたかの字が持つ本来の意味とその組み合わせが、2007年10月の全国発売に先駆け、9月24日、コカ・コーラ社はウェブ上で、 お取り寄せ、サンプリングと題した、オフィスサンプリングを実施。先着分と抽選分に分かれていたが、先着分は応募開始直後に終了した。この他にもオフィス街でのイベントサンプリングを実施。店頭向けとしては、コンビニエンスストア販売分にて、オリジナルグラスとのセット販売、神林春松本店の抹茶を使用した、おかき、蜂蜜かりんとうを景品として提供するキャンペーンを、 行った。二千八年三月、再びオフィスサンプリングを実施。二千八年九月のリニューアル時には、あやたか発売一周年記念キャンペーンと題して、先茶の茶葉や、キリコグラスをプレゼントする、ウェブプロモーションを行った。また、二千九年九月から十二月にかけて実施された、缶コーヒー、ジョージアのキャンペーン、ニュー、ジョージアカタログへ応募することができた。なお、 キャンペーンシールは未登録で有効期限内であればジョージアポイントプログラムに貯めることができ以降に実施されるジョージアのキャンペーンへの応募に使用することができた製品の PR として高島玲子が発売記念セレモニーに出席製品 CM には真田広之が出演京都で実際に舞妓を務める君バレが同 CM に舞妓として出演している 2011年より池田雅子が CM ナレーションを務めている。2012年は上方花鹿100人が CM に出演。2017年からは吉岡里保が CM に出演。また、あや高徳戦茶では佐藤光一が起用されていた。2019年からは野村万歳が2020年からは あや高徳戦茶に吉岡との共演でコカドケン太郎がそれぞれ起用されている。ありがとうございます。